ちゃちゃ。え、絶対そうじゃん、普通。絶対違うじゃん。皆さん、こんにちは。フェニックスオフィシャルプレイヤーの牧野桃子です。本日は、皆さんのダーツプレイヤーの絵心をチェックしていきましょうという企画なんですけれども、ちょっと大丈夫そうですか？大丈夫ない。大丈夫ない。ちょっと楽しみなんですけれども、お題に沿ってですね、1問ずつ絵を描いていただこうと思います。制限時間は2分です。2分の間に、なんとかかんとか絵を完成させて、発表してください。で、せいつながら私が判断させていただくんですけれども、うまく描けた方には1ポイント。1ポイントいたします。それで、一番上手い人、一番下手な人、シンプルに決めていこうと思います。はい。それでは、早速ですけれども、1問目からいって大丈夫ですか？はい。はい。はい。はい、それでは、1問目デレーン！キリンさん！キリン！キリンさんです。OK ですか？はい。今回でも書いたことありそうな感じですよね。キリンは。キリンは、何回かね。じゃあ、いきます。2分ですよ。せーの。これ。カサカサカサって。これカサカサカサって音をしてます。やばいやばいやばい、これ。なんかポイントさえつかめばなんか、キリンっぽくなる気がするんだけどな。グツグツしてますよね。できました。あ、早い。じゃ先にね、私が一応書いたんで。はい。かわいい、かわいい、かわいい。キリンさん。あ、始まってるからやばい。それでは、端から行ってみようと思います。長島プロお願いします。じゃれん。キリン。かわいい。かわいい。なんか背景まで描いてる。すごい。すごい。余裕を感じる。でもちょっと牛っぽくない？だから言ったじゃないか。あれ、意外とみんな描けちゃうかも。じゃあ、アーリーさん、厚みすぎちゃった。いや、もう、本当に大丈夫です。もう、やばい。やばいですね。赤字合ってたな。汗かいて、なんか変な汗かいてきた。じゃあ次、山田アイプロ。お願いします。てれれん。てれれん。え、うまい、うまい。キリン。キリンだ。キリンの背中にしか模様がないタイプの。ちょっと、足ちょっと、歩いてる。次、行ってきましょう。新田垣アイプロ、どうぞ。はい。はい。これはうまい。いや、でも、わかるわかる。角はないんだよ。角ないし、顔飛び出てるし、短足だし。でも、かわいい。そういう生き物だし。足一列のタイプです。やめなさい、やめなさい。伝わるわ。伝わるわ。伝わるわ。じゃあ、ちょっとずっと不安そうな、あまりプロの。出したくないんですけど。でも、あまりプロ、お願いします。超恥ずかしい。あ、やばい！わかるわかる。これでも、キリンさんかな？やばい。足めっちゃ細い。足やばい、マジで。で実際キリンめっちゃ足細いじゃん。そうそうそう。足細いなと思って。足黒い。物欲しさ。指がすんごいことになってる。いや、でもなんか、言うほど、言うほど下手っぴじゃないんですよ。というわけで、今回の第1ラウンドの1ポイントはどうしよっかな。これ迷うんですけど、みんな甘いっちゃうまいけど、でも一番キリンっぽいのは、うわ山田くん。ちょっと、やってることはもうあるし、この前足の。それでは、第2問目いこうと思いまーす。第2問目のお題はこちら、じゃじゃーん。大仏大仏、それでは、スタート。はい。はい。服着てましたっけ？服着てるはず。できました。はい。ちょっと待って、やばいかも。いや、私は全然分かんないし、大仏。これはまずい。おじいちゃんになっちゃった、なんか。いや、もうこれは完璧もあるんですよ。大丈夫。そう。5、4、3、2、1、じゃじゃーん。終了。はーい、というわけで、
皆さん書き直してもらって、私もかなり怪しいです、これ。別にちょっと難しい。あっ、すごい。なるほど、耳それだ。あ、なんか、財閥さんでなんか、金持ちなイメージがある。福耳。福耳みたいなイメージ。あ、そうだ。間違いない。ちゃんと洋服も着てる。洋服はちょっと、まあ、こういう感じだった気がするな、みたいな感じですね。あまりぐろ行きます。あまりぐろから行こうと思います。ねえ、待って、やばい。ダメ。いい、うまいわ。イケイケですね、ピアスもして。ピアスもして。ピアスしてみた。大仏だ。いけた。大仏ちょっとわかる。今回いけた。すごいいいと思う。あ、服着てないですけど。服これ、全裸設定です。あぐら書こうと思ったけど、あぐらの書き方が分かんなかった。思いのほかちゃんとこう、大仏感がある。大仏感ある。いい感じでした。よっしゃ。じゃあ、次の袋いきましょう。せーの、ドン。わかる。わかる。わかる。よかった。ちょっとなんかシンプルだけど、こんな T シャツありそうな感じのデザイン。すごい、ちゃんと手もこういう感じなんです。多分こんな形じゃなかったの。こういう感じですね。はい、山田アイプロいってみましょう。せーの、ちょっと本当にやばい。おばあちゃん、なんで法人戦隊だ。落とし目してたかなと思って。あ、なるほどですね。刻みました。そうですね、あの魂を刻んだんです。ちょっとね、長嶋選手のが怖いな、なんか。ちょっと長嶋選手行ってみましょう。せーの、多分すごい何万円でつまらない。あ、大仏なんだろう。つまらない。おめっか、ここ忘れてた、ここ。あ、ここか。確かに。そうだよ、大仏といえばやっぱすごい上手い。ちょっと怪しいおばあちゃん。つぼってそう。つぼってそうですね。これはまあ、ボンドウェオで1ポイントになりますね。すごい。ありがとうございます。いや、本当に素晴らしい。それでは、第3問目。じゃじゃーん、ダンスマシーン。カッコ VS フェニックス X でーす。信頼。これは、今、おっきめく VS フェニックス X。私たち多分試合で多分かなり使ってきてると思うんですけれども、ちょっと頑張って書いていきましょう。はい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 、それでは、2分ですよ。スタート。セグメント足りないけど、1回のポジション。かけた。はい。いける気がする。はい。はい。はい。やばい。終了です。それでは。やばい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 。大丈夫。やばいやばいやばい。よし、先に。おー、ある。確かに、2個だ。あー、そうか。この感じですね。うまっ。うまっ。すごい。うん、では、皆さん、選手から行ってみようと思います。はい。せーの。シンプル。シンプルだけど、伝わる。わかりやすい。わかりやすい。スパイダーのところまできっちり書いて、はい、ステップのところもちゃんと書いて。じゃあここに登ってダーツを抜きます。あのステップすごい助かりますよね、はい、ほんとね。なんか簡潔ですね、基本的に。そうですね。ミニマリストですね。絵画界のミニマリスト。絵画界ないならバレる。そんなことない。じゃあ次は山田アイプロいきます。はい、せーの、じゃあ、あ、分けてる人まで。そう。一緒に書いて。5人で。すごい。ちゃんとスタンスを。わかりやすい。スタンスを。いつも躍動感があるんですね。あ、ありがとうございます。ね、歩き出しそう。あ、そういうことか。動き大事ですね。それでは、長島プロいきましょう。はい、じゃあララン。お、はい。お、やばい。ないんですけど、スタイルまでちゃんと入ってる。あの立体感まで出してきました。奥行きまで出てきて、確かにそれぐらいの奥行きですね。なんかね、まだ入って耐えてきましたか。ちゃんとこうダーツを持ってちょっとね、ポーズね、こうって。もしかしたら、よく見てる。
ダーチャルの豆がブラックホールみたいになってるけど、そこもまたいいです。次、じゃあ、あまりに行きましょう。せーの。ダン。おー、めっちゃなんか揺れた。チラッと見てて、めっちゃ動物がいちゃうと思って。ここどうしようか悩んでって、誰かのスタイル書こうかなって思ったら、なんかよくわかんなくなっちゃって。でも間に合わなかったね。すごい分かります。ここね、あ、ここ、ここね、ボタンまで書いてるんですよ。メニューのやつは、ちょっと覚えてたから。すごい。すごい。ここはちょっと、アハリプロの努力をちょっと叩いて。おっ、おっ、ありがとうございます。やった4問目、いこうと思います。ああ、ノブさん、ネックスラウンドの巨匠、むずいな。ノブさんの似顔絵でーす。ノブヒロプロの似顔絵をみんなで描いていきましょう。これは本当にまずい。まあ、結果によっては何かが起きるかもしれない。お父さんの似顔絵を描くぐらいのテンションでね、やっていきましょう。ノブさん、先輩ですか。それでは行きますよ。先輩ですよね。先輩なんですか。ダイナスティの。難しいな。ノブさん。はい、じゃあ、スタート。あれ、輪郭は良かったんだけどね。どうしよう、怒られる。私に言ってない、どうしよう。いやー、人の似顔絵って人の顔見ないと描けないですよね、そもそも。やばい、私全然できない。3、2、1、終了。おい。まずい。まずい。これはまずいぞ。全然全然似てないかもしれない。ごめんなさい。勇気を出して私から出します。はい。あー、かわいい。かわいい。この、イメージ。大丈夫かな。でもこのイメージです。ノブさん。ノブさん。優しい。優しいイメージ。優しくて、眉毛が。すごくしっかりしてるみたいな。山田プロから。はい。はい。お願いします。先輩ごめんなさい。嘘だ。いやでも、特徴的な。優しいイメージ。優しいイメージですね。優しいイメージで。よりリアル。髪型がちょっとわかんなくなっちゃって。でも、おでこは出てたなと思って。高校の時の先生にすごい人がマジでいた気がする。次、どうしようか。アーリプロ行けますか？私、耳片方しかない。あ、優しい。なんか髪の毛がこうなってるイメージが。あー、やっぱ、ロンドンタイプなんですね。髪の毛がこう、ここでここからこう。で、ここに中の子。こうあるイメージで描いたんですけど、優しそう。似てるかな。ちょっと青年、高青年、高青年とかね、若々しい感じのノブさんが出来上がってますね。やっぱでも鼻は結構こうやっぱ筋が通ってみんな描くんですね。これイメージが統一されてます。イケメンの。レナプロ行きますか。まずい、髪の毛分からなかったんですけど。お、お。すごい。え、上手よ、ほんと。絵が上手い。つけちゃった。ただ、ノブさんつけちゃった、もノブさんにしては、ちょっとガリガリすぎるから、みたいな感じありますね、ちょっとね。ちょっと、輪郭は、もう眉毛しかわからなかった。20人くらい前は多分それぐらい細かった。次はじゃあ、問題の、稲垣プロ行きましょう。ずっとね、9回転は取ってるんですけどね。すいません、ノブさん。かわいい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 。キャラクターにそう。うん。あれね。ゆるキャラ。そう、髪型が私もちょっとあやふや。みんな髪型悩みますよね。男の人の頭の描き方って超難しい。でもわかる。なんかピースとか、こうやってするイメージがある。もう。なんかさ、その、削りすぎだよね、やっぱ。余計なもん。はしょりすぎなんですけど、はしょりすぎだよ、なんか。おい、悩むんですけど、長島プロ。ああ、そう。やだ。最終ラウンドのテーマ決まってないんで、私が適当に出そうと思います。すごく大雑把に、自分が思う感じの
絵を描いてください。じゃじゃん、あー海、海、海といえばみたいな感じでちょっと描いてみてください。ちょっとフォトショカいられ借りれない、ダメです。3、2、1、おいよー、大丈夫かな、大丈夫大丈夫なのか、これは。それでは、発表していきたいと思います。すごい、あーうまい、うまい、わかる、すごい、カニじゃん、カニ。実際カニが歩いてるとこ見たことないですカニが。じゃあ次はルナプロからいきますか。せーの、はい、おお、やばいんだよ、ウィー、そんなイメージでしょ、サファイ、サファイ、すごい、その瞬発的になんかこうだと思ったものが全部入ってるんですよこれがすごいですね、すごい、瞬発力がえげつないですね、なんかパワフルがすごい、さすが2ポイント獲得してるんだけど、さすが、うまいわ。次はじゃあアーリプロいきますか。私ユニャン、ダン、お、あ、おでかい、でかい、もう人間と同じぐらいでかいスイカ割りと海に魚、うん、一応ね、あー、すごい、わかるかなと、可愛らしいですね、ちゃんとこう簡潔に、はい、収まってますね、よし、じゃあわかります、わかる、いいカード、わかる、次ね、秋プロ行きましょう、最後、はい、あー、海だー、海ですねー、カモメくりがすると、あー、カモメがいたら確かにより海っぽかったかもしれない、相変わらずシンプル、はい、デザインが卒なだけあって、その空間の使い方がうまいんですかね、確かに、空白をあんまりこう恐れないっていう、じゃあめんどくさがりじゃあ次山田アイプロ、はい、お願いします。次のルナちゃんとちょっと似てます、あー、本当だ、ほらほら、みんなスイカ、みんなスイカにする、やっぱみんなスイカなんだな、ビーチでスイカが海といえば、あ、でもこう考えるとみんな同じイメージじゃない、やっぱそう、ほんとだ、スイカがあって選ぶ選手だけですよ、ちょっと広大な海を想像してました、私はもうちゃんとかぶりました、片手で割ってるから、強い、片手で割ってました、悪口は、ポーズつけがたいですね、今回ちょっとデザイン力を評価していただきたい、わポイントをやっとくありがとうございますというわけで、今回はですね、山田プロが1ポイント、イエイプロが1ポイント、アマリプロが1ポイント、そして2ポイント獲得が長島です、お邪魔カウントアップも1だったし、うん、勝負強いですね、できるのがついてますね本当はラストの方のイラストを T シャツにするっていう企画だったんですけれども、ちょっとラストが決められなかったので、ちょっと後日お楽しみで、どのプロのイラストが T シャツになるか、こういう判断してやっていこうと思います。この放送を見た人はちょっと俺見たよっていうのをアピールするために来てほしいですね、来てほしい、ぜひぜひぜひよろしくお願いします。一通りお絵描き対決終わったんですけれども、2000連続勝利のルナプロ、一言何か感想を余裕でしたね今日の1位は私なんで、いや、すごい楽しかったです、ありがとうございます。はい、というわけで、今日は皆さん、ちっちゃありがとうございました。好評でしたら、このメンツでひょっとしたら、新しい企画もあると思うので、見たらですね、いっぱいコメントなどなどよろしくお願いします。本日はありがとうございました。またねー。またねー。